皆さんこんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダボー地域の情報についてお伝えしていきます。6月30日にですね、7月1日から7月15日までの新しい規制措置のレベルの内容が発表されたんですけども、それは後ほどお伝えすることにしまして、まずはですね、ここ数日の感染者の推移についてからお伝えします。はい、こちらです。ずらっと並んでいますけども、左上から古い順ですね。そして右に行きまして、そして左下から右下です。右下が一番新しいものになっています。まあ、一番左上を見ていただきたいのですが、総数が、一番上にある数字ですね。34,073 人が6月26日時点での感染者の総数です。はい、もうすでに3万人を超えているんですね。そしてこの日に出た新規感染者というのが1000人を超えて1006人ですね。下の中央の数字ですね。そして、右側の中央が9182人というのが回復者。その下が死者数になってまして1224人となっています。はい。で、その次の日ですね。6月27日は新規感染者が738で、34,800 となりまして、で、もうどんどん行きますけども、6月28日、には、もう3万5000人を超えてますね。はい。そして左下に行きまして、そしたらもうすでに3万6438人。これは6月29日の時点です。ということです。しかもですね、新規感染者を見ると、下の中央ですけども、985人と多くなっていますね。はい。そして、下の中央の数字ですけども、6月30日の時点での数字ですね。感染者の総数が 37,514 人となっています。この日も新規感染者が1,080 人と、もう1000人を超えているんですね。1日で報告されている感染者の数が。それと同時に回復者もこの日には1万を超えて1万と233人となっています。そして死亡者はこの日で1266人ですね。そして、直近の7月1日の数字ですけども、この日もですね、下の中央の数字ですけど、新規感染者が999人と、もう1000人近くまで出てまして、感染者の総数がもう38,511人。なので、これ、6日分の数字出してますけども、この6日間だけでですね、3万4000人から3万8000人台へと感染者が増え続けていますね。そして、直近の回復者の総数は1万と438人、そして死亡者の総数は1270人となっています。はい。続けて、私が住んでいるダボー地域の情報も見ていきたいと思います。こちらです。はい。こちらですね、実は3日分のデータだけなんですけども、左から古いものになってます。左、中央、そして右が一番新しい数字ですね。一番左が6月28日で、中央が6月29日、そして一番新しいのが6月30日の数字となって、載せています。6月29日から新しい発表の仕方になりまして、ちょっと後で説明しますけれども、まずは6月28日からで見ていきましょう。この日、オレンジ色の中にある白の数字で21とあるんですけども、これが6月28日で確認された新規感染者数ですね。ダバオ地域全体です。はい、これ非常に多い数字となっています。そして赤いのが死亡者ですね。新たな死亡者が1人と。そして回復者は新たに10人という見方となります。なので、この6月28日の時点で感染者の総数はダバオ地域全体で526人、死亡者の総数は32人、そして回復者の総数は356人となっています。続いて真ん中が6月29日のデータとなります。これ一番上がですね、ちょっと見にくいかもしれませんけども、529というのが、感染者の総数ですね。そのうち、どれぐらいの症状なのかというのが円グラフで現れています。まず赤い部分ですけども、赤は死亡者ですね。これが要は感染者全体のうちのこのグラフだと 6% となっています。33人ですね。この29日の時点で。そして緑色の部分が 68%。これは回復者を表しています。なので、529人で感染者が出たうちの 6% が死亡者、そして 68% が回復者、そして残りの 26% が現時点で未だに陽性、新型コロナウイルスの陽性の状態が続いている人ですね。アクティブケースと
英語では言っていますけれども、その人たちが138人で全体の 26% ということですね。そういう見方となります。まあ、ちょっと細かいことはですね、下がいろいろと書いてありますけども、この円グラフがわかりやすいかなと思います。そして、6月30日の時点でですけども、真ん中の数字を見ると新規感染者が5人、そして回復者が新たに1人出ているということですね。なので、6月30日時点での感染者の総数は534人となっていまして、死亡者が33人、そして回復者が359人出ているということですね。で、一番上の円グラフによると、27%、全体の 27% の人たちが、感染をした人たちの中で、未だに陽性の状態が続いている人たちということですね。数でいうと142人がアクティブなケースとなっています。はい、このデータを踏まえまして、次に行きたいと思います。フィリピン保健省は、コミュニティ隔離措置が全国的に緩和はされているものの、外出するのは重要な用事があるときのみとするように国民に呼びかけています。6月30日の晩に、ドテルテ大統領が会見を開き、7月1日から7月15日までの各地域の規制措置についての発表を行いました。セブ市は引き続き、最も厳しい規制措置である、強化されたコミュニティ隔離、英語の頭文字を取って ECQ が実施されることとなりました。マニラ首都圏は引き続き一般的なコミュニティ隔離 GCQ のままとなっています。私が住んでいるダバオ市は GCQ、一般的なコミュニティ隔離 GCQ だったのですが、それから段階が一つ下がりまして、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離、通称 MGCQ という段階に緩和されました。まあ以前から私の動画では繰り返しお伝えしているんですが、この規制がですね、緩和されたと言いましても、規制自体は続いています。コロナ前のように生活がもう完璧に自由になるという状態ではないんですね。例え一番規制が緩い状態でも規制措置はまだ続いています。それについてこれからお話をしていきます。はい。実際、ダボー市は MGCQ、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離というフィリピンで行われている規制の中で今一番緩いものになっているんですが、じゃあそれはどんな内容になるかというのが、早速概要がですね、ダボー市ではこうやりますよというのが発表されました。全国的に修正を加えた一般的なコミュニティ隔離というのはこうやりますっていうのは決まってるんですけども、それでもまた地方自治体によってそれを若干変えたりですね、まあほとんど一緒の規制になるんですが、ダバオ市は同じ MGCQ の中でもちょっと違ったものも地方自治体によってあったりもします。まあ、ほとんど一緒ですけども、じゃあダバオ市はどういう規制を行うのかという概要なんですが、まあ、簡単に言いますと、規制が緩和されたんですが、緩和される前の状態、一般的なコミュニティ隔離 GCQ と対して変わってはいないということなんですね。まあ、例えば、お酒の販売禁止というのが、一般的なコミュニティ隔離、まあ、その以前からずっと続いてるんですけども、規制が緩和された今でも続くこととなっています。7月15日にまた再検討されるとなっていますが、酒類も未だに販売禁止が続いています。また、許可された仕事をしている人以外は、FM パスと呼ばれる外出許可証がないと買い物に行くことができません。そして外出禁止時間も午後9時から午前5時までと定められています。さらに日曜日も以前と同様、外出は基本的にみんなできないということになっています。それでは何が緩和されたのか全然変わらないんじゃないかという声が聞こえてきそうですけども、変わったことはですね、できる仕事の種類が増えた、またはその今前もできてたんですけども、その仕事に関する規制が緩和されたということが、まあ大きな緩和の内容ですね。その他にまあスポーツができる種類が増えたとかもあるんですけども、要はまあ規制を行いながら経済をどう回していくかっていうのが国とか地方自治体が考えていることなので、あくまでも感染者は増え続けていますので、全体で見ますと。それを医療崩壊を起こさない程度にこう抑えながら、経済も回していくようにというような規制の内容となっています。例えばですね、ダバオ市では、一般的なコミュニティ隔離 GCQ の下では、マッサージがダメだったんですけども、規制が緩和されて、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離 MGCQ になってからはですね、マッサージは許されるようになっています。まあ、ただしですけども、手とか顔とか頭とかのマッサージは禁止ということですね。で、しかもマッサージをするマッサージ師さんはフェイスシールドをつけなくちゃいけないという決まりもあります。まあ、そういった以前は全くダメだったんですけども、マッサージ屋さんがオープンできるようになったと
まあそれでも条件付きですけどね。あとは以前も許可された業種なんですけども、お店の中へのお客さんの入場制限が、あるんですけども、それが緩和されていますね。例えばレストラン内では一般的なコミュニティ隔離の下では店員の 30% までしかお客さんが中に入って食べることができなかったんですけども、緩和をされた MGC 家の下では 50% まで OK ということになっています。まあそれでもまだ 100% ではなく半分しか入っちゃいけないんですね。あの中で食事をする人は。まあテイクアウトは前からやってるんですけども、そういった規制の緩和というのはこういった部分で現れているんですね。現時点ではこの MGCQ というのがフィリピン国内で一番緩い規制となっています。そしてフィリピン保健省の次官はですね、次のように言っています。自分の地域の規制レベルに関係なく守らなければならない基本原則があることを理解してくださいと。たとえ自分が住んでいる地域の規制が緩和されたとしてもまだコミュニティ隔離は続いているので必要がない場合は家にいてくださいというように国民に呼びかけています。もちろん外出する際や公共の場でのマスクの着用は必須ですし、またソーシャルディスタンスを取ることも義務付けられています。そして頻繁な手洗いとか、まあどこかモールとかですね、お店の中レストランに入る前は必ず手の消毒をアルコールでしたり、まあ中にはもう水道そのものを設置されたりとかされている場所もあります。はい、そういうことは引き続きたとえ規制が一番緩い状態でも行われていきます。まあ今ですね、マニラとセブ島ダボー市の規制のレベルについてお伝えしましたけれども、他の地域について全部ここでお伝えしていると長くなってしまいますので、私の動画の概要欄に詳細は貼っておきますので、興味のある方はそちらをご覧ください。はい、というわけで今日は7月1日から7月15日まで、フィリピンのそれぞれの地域での新しい規制の段階が決まりましたので、代表的な地域をお伝えしたのと、私が住んでいるダボー地域で規制が緩くなったんですけども、緩くなったといってもそんなに変わってませんよと、変わったのはお店ですね。そういった営業している店舗等でのお客さんの入りですとか、そういったもので規制が緩和されて今までよりは多くの人が入っていいとなったとかが変わったということをお伝えしました。あとはまあスポーツとかですね、あと宗教行事でも規制が緩和されたことによってもうちょっと多くの人が集まっていいよとか、それぐらいのレベルでは変わっています。ただし規制というのはフィリピン全国で未だに続いていますし、感染者はですね、冒頭でお伝えしたように増え続けていて、感染者の総数はフィリピン全体でですね4万近くとなって、このままいくと4万人も超えてしまうという勢いですので、引き続きですね、規制が緩和された地域または規制が同じ地域にいる方もですね、フィリピンにいらっしゃる方は気をつけていただければと思います。はい、私の動画ではこのようにフィリピンの状況について、また私が住んでいるダボー市の状況についてお伝えをしています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。